シャルル・ビルダ・シャルル・ビルダは、オーストリアの画家である、オリエンタリズムの絵画を描いたことで知られる、ウィーンで生まれた。弟に、競馬やウィーンの上流階級の生活を描いた、ゴットフリート・ビルダがいる、ウィーン美術アカデミーで、レオポルト・カール・ミュラーに学んだ。ミュラーは、ハンス・マカルトと共に、オーストリアにおける、オリエンタリズムを代表する画家であった。ビルダは、パリに修行した時に、 フランスのオリエンタリズムの画家、ウジェーヌ・フロマンタンにも学んだ。しばしばエジプトの回路を訪れ、中東の人々の風俗を描いた作品は、シノミュラーからその色彩の鮮やかさなどを称賛され、ウィーンの有名な美術評論家のルートビヒヘベ氏は、ビルダをミュラーの後継者になると評した。1880年代から、ウィーンの定例展覧会や、ベルリンやミュンヘン、 ドレスデンの国際展覧会に常時出展した。1900年のパリ万国博覧会の展覧会にも出展した。ウィーンで没した。別のオリエンタリズムの画家、ルドルフスボボーダとは、ウィーン美術アカデミーで共に学んだ友人で、晩年のビルダの肖像画を描いた。没した年の秋に、ウィーンキュンストラーハウスで追悼展が開かれた。ありがとうございます。